なんであんな早くできる。透けてった。どういうこと今の。マジか。やばい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 。あーやばい。18キルってやばない。おーすごい。なんかブーが。はいどうも、特上です。それ、今回はですね、ソロ大会の決勝で無双ビクロしたリートを見ていきたいと思います。はい、ということで、シーズン3のソロのビクトリーキャッシュカップの決勝なんですけど、またリートと。いうことで、まあ、前回はね、ソロビクトリーキャッシュカップの予選の無双映像なんですけど、今回は決勝の方で20キル無双して賞金獲得した1試合があったんで、そちらの方皆さんと一緒に見ていきたいと思います。いや、やばいよ、20キルって決勝で。どうやって20キルもできるのか、早速ね、気になりますが、それでは本編やっていきましょう。レッツゴー。はい。ということで、ソロのビクトリーキャッシュカップの決勝は、これもね、ツイッチの配信であったんですけど、こちらのね、映像を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。最初の初動は、ジャングル地帯の上の方、ここですね、100ターンがある場所。ここで、まあ、鉄とかをね、取って、まあ、初動をね、漁っていくという感じですね。さあ、なんとね、一人目です。決勝なのにね、どんどん攻めていきます。まあ、これ多分攻める理由は多分、あれですね、物資を良くするためだと思うんですけど、いや、やばいね。これ、相手もうまいね。で、今、明らかに相手の方が有利な状況なんですけど、これね、なんで勝てるのかね。ちょっと見ていきたいと思います。いや、結構怖い。後ろから。すごい。で、回復すると思いきや、これ、フェイントで、これ、やばいね、これ。フェイント。で、これ、2人目。で、これもね、今、敵の方が有利な状況なんですけど、ここで、やばいな。DMR のエイムがすごい。で、これ、デカポーノム。で、これ、ここもね、回復フェイント。いや、回復フェイント、マジですごい。めっちゃ集中してる。やばいな、これ。いや、決勝だからね、相手もうまいんですよ。まあ、でも5000以内だから、まあ、正直。いや、うまい。ダメージでかい。で、これ、なんか別の敵がいて。で、まあ、ここで行くんですよね。もうどんどん攻めていくと。で、これ屋根かけて、いや、張り替え強。張り替え強。で、ここ、ここ、ここ、やばい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 、いや、うまい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 、これ、うますぎでしょ。で、ここで4人目が来て、で、これ1点しか当たらなかったけど、まあ、どんどんね、攻めていくと。めっちゃ攻めるやん、これ。ここでも張り替えて階段ブーストを使っていくけど入らなかった。で、敵がめっちゃ逃げてて、これ階段刺す。おお、すごい。結構危なかったけど、ドラムね、めっちゃ怖いよね。まあ、なんとか倒していくと。今のは結構危なかったけど。で、もうね、4キルしてます。まだ。いやー、うまいうまいうまい。うますぎやろ。あの、全てが早い、建築が。で、ここで敵探して、またね、6人目の敵を見つけていきます。いやー、コブラ DMR。これやばいよな、これ。DMR、エイム良すぎでしょ。ずっと突ってるのすごいな。決勝なのに。ちなみにこれね、決勝の3試合目らしいですね。そう、決勝3試合あるんですけど、これの3試合目らしい。いやー、うまい。もうね、エイムがいい。おー、叫びに入った。あ、空島。空島で、まあ先に取ってる人がいたんで、ここをね、やりに行くと。まあでも今回、パルスライフルないんで、多分相手どうなの？金のドラムかな？ミシックの。まあでもスラープジュースがあると思うんで、敵が。あ、まだ飲んでないか、でも。いや、うまい。横飛びしながらその壁張り替えていくのはすごいな。いや、うまい。てか、ヘビショーやし、いつの間にか。この拡張機能でもらえるヘビーショー、やばい。もう相手普通に屋根に引っかかってるし。いや、うますぎやろ。これ決勝ですよ、皆さん。もうなんか普通に簡単に倒してるけど、これ決勝なんですよ。これ決勝やばいよね、これ。さあ、壁張り替えていくと。いや、早い、編集が。なんであんな早くできる。なんであんな早くできる。透けてった。どういうこと、今の。ヘビショ一発で鉄の壁も壊れるんですよ。これやばいよね。一発で壊れるのマジでやばい。で、これはどうなんだろう。いやー、一発で壊れる武器やばいでしょ。さあ、この距離で100、なんか別の敵いるし。どういうこと？別の敵いるけど、うわー、なんかすごい。
おおすごい。いやー当ててるんか今の。マジか。いやーすごいな。おおすごいヘッドが。おーすごいすごい。今のマジか。おーやばい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 。おーやばいやばい。おーいいとこありましたね。今の角度100カット。マジか。どういうこと今の。なんで今の当てれる。いや痛い。なんで結構ハプニングが起きてるけど。さあここでどうやって勝っていくのでしょうか。さあヘビショね、どうやってこれ。いやー強いよねヘビショ。うまい。さあ敵を完全に囲った状態で、いやー壁張られちゃった。うおーすごいな。ランチャーがすごい。ランチャーがランチャーがすごいな横からの。いやもう8キルしてる。やばないこれ。残り30。もうヘビショー。やばい。これ見てるとやっぱヘビショー使いたくなりますねこれは。いやヘビショーね結構当てづらいと思うんですけど、結構当たるんね。パッとでもすごいな。まあでも加速だから結構当てやすいっていうのもあるかもしれないけど、それにしても結構当ててる。いややばい。すごいな。どんだけキルしてんのと。いえいすごい。やっぱヘビーショーでワンボックスに入りに行くとね。うまい。いやーマジか。敵今何もできなかったよ今。どういうこと。いやーヘビーショーが最強じゃないこれ。今シーズンやばないこれ。ヘビーショー、ヘビーショーもし使ってる方いたらね、ちょっとコメント欄で教えてください。結構ね意外とヘビーショーね、なんか当たらないからといって持ってない人が多いと思うんですけど、意外とこれ強いんですよね。これやばいよこれ。一発で壁壊せるからね、普通にやばいっけこれ。めっちゃキルしてるんだけど。うわい。敵もうまい。おい。すごい今の。どういうこと今の。なんかいたんだけど。どういうこと今の。さあここで建材を回収していくと。いや今の急に敵出てきたけど、普通にあれねヘッシュを当ててるのすごいな。どんだけ落ち着いてんの。え、なんかうおーなんか敵がいる。え、うまいうまいうまい。フルボックスにしたぞ今一瞬で。うますぎでした今の。やば。いやマジうめえな。多分パッド界隈の中で多分リードが一番うまいんじゃないこれ。やばいよね。てか決勝で20キルって多分リートだけなんじゃないかこれ。それで優勝したんですけど、20キルでいないよねなかなか。やばいでしょ。さあどういうこと。なんか貫通してたけど今。さあ物資がやばいですねこれ。金の破木ポンプあるけどヘビショー持つらしいですね。いやマジか。金ポンよりもヘビショーと。いや張り替えもねこれ一発で張り替えれるからやばいよねこの武器。いやーマジでやばいなこの武器は。一発で張り替えてるのがまずすごいよね。なかなかないよそういう武器。スナイパーヘビスナでもね弱体化されて鉄が壊せなくなったから一発で。ヘビショがやっぱ強いんよ。まあそもそも大会にスナイパーないか。うまい。105カットしていくと、うおー屋根に閉じ込めて、はい倒れていくと。おお透明人間、透明人間あるけど使わない。マジか。まあひとまずアンチに入っていくと。でハイグラ取りに行くと。さあ登り方が、うまいうまいうまい。いやー惜しい今の。敵が今の当てに行きましたね。でここで結構3段階ぐらい下がって回復していくと。108カット。ていうかヘビショ普通に当てるのすごいね。マジで結構当てづらくないヘビショって普通に当ててるよね。いやーエイムがやばい。アサルトエイムが神エイムすぎる。さあ残り 15人生き残ってる状態で16キルしてます。やばすぎる。オーマイガー。いやこれ全員やればこれワンチャン30キルいきますね。30キルいけちゃうもしかして。でここでハイグラを取りに行くのが多分。いや登り方がうまい。でも相手もうまいね。うわーやばい。うわーめっちゃ危ない。あ、建材ゼロ。建材ゼロで勝った今の。マジか。やばすぎでしょ。
で、ここで落ち着いてスラープジュースを取りに行くと、これやばいよね、これ取れるんだ、マジか。で、ここでもう一回スラープジュース飲んでと、で、フロッパー食べると。さあ、残り4人です。今、ハイガニー状態で。いや、18キルってやばない。おお、すごい。なんか、ブーガ？ブーガっていう名前。ブーガ本人。オーマイガー。おお、いい、すごい。最後、ヒビトレ倒していくと。いや、うますぎでしょ。いや、これやばいわ。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。いやー、もう20キロ決勝でやるっていうのがマジで、すごすぎるよね、これ。ということで最後にリートのカノの方を紹介して終わりにしようと思います。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。